はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。21日ですね、2時回りまして2時15分ぐらいでございまして、まったりとした午後を過ごしています。お昼にビール3缶飲みましてですね、最近もね3缶が当たり前になってくるとね酔いませんね、ほんまにね。あかんわーと思って、ますますアル中になってきたなーと思って、ほんまにもうしゃあないわと。さて、日傘してるんでね、ちょっと暖かくなってきたんで、暖房切ったんですよ。うわー気持ちいいわーと思って電話かかってきて、何かいなと思ったらですね、そのとある知り合いの社長さんがですね、家売りたいという話をですね受けましたよという電話がかかってきて、ああそうかって、いやいや、いわゆるこのコロナで影響を受けた業種の社長さんで、多分売り上げは減らしたはんやろなという気はしますね。だから密かに売りたいっていうことらしくてですね、なんか言えなという、ハッピーな話じゃないですよね、そのね。確かに物件を預かりできてね、それ売れれば、知り合いの業者さんに手数料が入ってきてね、多少潤いますけども、ハッピーで売るんやったらいいんですけどね、アンハッピーともいけないけど、まあちょっとね、よろしくないなという感じはいたします。さて本題いきましょう。余計な話すんなって言われますんでね、連合ニュースでございまして、愉快なお隣さんの通信社だと私は理解をしています。日本で今共同通信みたいなところでございまして、連合ニュースのサイト、21日ですね、今日の朝の9時37分に出た記事ですね。タイトルがソウル市5人以上集合禁止の方針固める24日からと、読んでいきましょう。ソウル連合ニュース。ソウル市が新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、24日から5人以上の集合を禁じる行政命令を出す方針を固めたことが21日分かった。隣接する京畿道中央災難過去災害安全対策本部と検討を進めており、一両日中に実行の可否や具体案を最終的に決める。21日にも発表される可能性があると。もうちょっと読みましょう。もうちょっと短いんだよね。読んでしまいましょうか。これ見にくいんですよね、これ。はい、5人以上の集合禁止は新型コロナウイルスの防疫対策、鍵括弧ですね、社会的距離の確保のレベルのうち最も高い第3段階で適用される10人以上の集合禁止より強い措置となる。今確かそうなんですよ。10人以上の集合禁止ということでですね、ムンジェイン政権かなり支持率を下げているんですけどもですね、反ムンジェイン集会が開けないという状態になりましたですね、ムンさんにとってはこんなものすごいアゲンストの風やんということになってますね。コロナありがとうっていう世界ちゃいますかね。もうちょっとありますね。人の集まりと移動量が急増し、感染のリスクが高まる年末年始に特段の措置を取らない場合、首都圏で感染拡大を抑制できなくなると判断したためとみられる。まあまあまああれですね、表向きですね。京畿道のイ・ジェミョン知事は17日、5人以上の集合禁じる命令を出すことを検討しているとして、首都圏の自治体と協議する意向を示していると。簡単にはここで終わりです。かなり5人以上で宴会してもあかんのっていうことですよね。5人家族どうすんのって感じで、家は宴会みたいな。いやいや、ねえ、5人以上で集合したらあかんということは、だ会社に行ったらあかんのって5人以上いたらって、その辺はよう知りませんけど、その5人以上会社で集合して会議したらあかんのかなと、顔つき合わせて、その辺の道端で5人会ってペチャペチャペチャ話すのと、会議室で5人集まってペチャペチャ話すの、どっちがね感染リスク高いかと、当然会議室でしょ、密ですからね。で会議室は OK やのに路上でやったらあかんって、それどういうことやねんって世界ね。
明らかにこれはですね、反政府ストみたいな、反政権ストみたいなものを禁じるのにものすごく都合がいい決まりですね。で、まあ、例えばじゃあ映画館は一人ずつ離れて座ったら何十人入れてもええんか、何百人入れてもええんかっていう話がありますね。記者会見って何人集めてするんですかみたいな、5人の集会があかんにあったらそんな記者会見は4人でやるんですかみたいな。でも4人とあれですね、会見する人がですね、いや、もう5人になるやん、あかんのちゃうのそれ、みたいな。まあですね、かなりこう政権にとってはですね、好都合な状態になってきてですね、別に5人が10人でもね、その道端とか広場でね、集まるのはね、そんなにね、密ではないと思うんですね。ある程度距離を取って、マスクもして、で、あまり大声を上げないとか、そういうことにしていればですね、そんなに感染はしないんではないかなと思うんですけども、まあ、それを禁止と。それを禁止するんやったら、ほんまに5人の会議も中止せよと。5人家族は家族離散にせよということですね。5人家族が一緒に飯食ったらあかんということにしたらええやんという、そうしないとその命令があれしますね、そのなんかこう変な感じになりますね、守備一貫していないと、まあご都合主義でお前出してんやろって言われてもね、不思議はないわけであって、じゃあムン・ジェインさんの閣議って何人でやるんですかっていう大臣が5人ということはないでしょ、そんなもん。お隣さんの大臣がね、何人、お隣さん長官という言い方しますけど、その長官が何人言い張るか知りませんけども、4人ということはないし、4人でもムーさん入れたら5人やんみたいな、そこに絶対秘書官はつくわけでしょ、書記官とか。いやー、かなりね、ムーさんにとってはね、このコロナがわーっとまたできたというのは、よくもある、こういう場合はいいんですけど、まあまあ、政権の、ね、評判を落とすということに関してはかなりマイナスなんですけども、こういうメリットもあるやんということになりますね。はははは、という感じですけど。あれ、なんかね、窓の外で動いてるんですよ、これ。もう今日で工事終わるんかな。やったら嬉しいんですけどね、窓開けられるんで。窓ね、開けられへんかったんですよ。いや、そう、外壁の塗装工事がなんかやってるんですね、前は。なんか開けられそうな感じになってきましたね。まあ、それはええとして。はい、連合ニュース、これね、貼りません。これ、ね、貼るとね、なんか知らんけど、不都合になるんですよね。別に、なんだそのね、不都合なことを言うてるつもりもないですし、不都合な記事でもないんですけども、なぜか不都合になってしまうんでね、貼りませんけども、連合ニュースというサイトがございます。これ、著存オンラインにも転載されていました。連合ニュースという、連合の連合がね、古い連という字なんですよ。耳辺に糸糸。で、ちょっとこう、これちょっと言いにくいな。上に糸が2つ並んでる。耳辺に糸が2つ並んでるってわかると思いますけど。連合ニュースという、お隣さんの、通信社の日本語サイトをね、わざわざ作っていただいてましてですね。時々見に行きます。で、まあ、基本的にね、お隣さんのメディアって、著存オンラインと中央日報ともう一つ東方日報ってあるらしいんですけど、そこ以外はですね、全部政権側でして、割合露骨な政権寄りのニュースを流しています。で、これも連合ニュースも、私の考えでは、これは政権側のメディアということでしてですね。まあ、ムンさんに都合のいいような書き方をしてますね。だからその、要はコロナがあるからお前ら集まったらあかんねんみたいな、そういうことですよね。はい。で、著存オンラインは、保守系だと私は理解してるんですけども、まあこれをそのまま転載をしていましたね。やっぱり一社だけでは手が回らんっていうところもあるんでしょう。通信社の記事はですね、便利ですから、それで使ってるようなところがあると思います。ムン政権にとってはですね、これね、温度が出てるんですよ。
やっぱり大人さん寒いですね。4度とか6度とかですね。ウルさん6度とかって出てますね。いやーやっぱりね、あのマイナス10度になるらしいですからね、真冬になると。いやまあそういう寒い国なんですけど、まだこの寒いことが起こってて、まあ別に集会がね開けなくなるって も、まあ、もう僕らには全く関係ないんですけども、向こうで寒いやもう気に入らんとかって思ってる人にとってはですね、なんかこうちょっとストレスが溜まるんちゃうかなという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。